富士の大気圧プラズマ装置タフプラズマは、基板表面のドライクリーニング、あとですね、表面加湿を同時に行う前処理装置となっております。世界最高速のですね、処理能力を有しておりまして、基板のですね、安定で高速の表面処理を実現いたします。この表面処理装置におきましては、基板表面の防水コーティングの密着性を向上させたりですとか、あとアンダーフィルの浸透性向上、その他モールド樹脂の浸透性や密着性の向上をさせるような機能があります。で、結果ですね、製品品質を上げたりですとか、ぶどまり率を向上させることによって、お客様のコスト改善に寄与する装置となっております。今回展示した、タフプラズマアトムはまだ2024年の6月にリリースをされたばかりなのですが、すでに多くのお客様から引き合いをいただいておりまして、5件の受注、あとですね、進行中の評価案件も10件を超えておりますので、非常に多くのお客様にご支持いただいている装置となります。